画進行は令和先行塾塾と山形知事です。アシスタントは美容皮膚科医の野口夏美さんです。よろしくお願いします。そして元産経新聞記者フリーライター斉藤源太郎さんです。よろしくお願いします。自民党前衆議院議員長尾隆さんです。はい、よろしくお願いします。この時間はこのメンバーでお送りいたします。はい、それでは最初のトピックいってみましょう。はい、特集1です。昭恵夫人訪台と岸田宏池会政権が向かう先ということで、はい、はい、ちょっと最初の記事を。はい、はい、昭恵さん安倍氏の銅像に喧嘩、主人の魂きっと一緒に、台湾フォーカス台湾、7月18日の記事です。台湾を訪問している故安倍晋三元首相の妻昭恵さんは18日、南部高雄市のにあります廟に建てられた安倍元首相の銅像に献花した。挨拶ではきっと主人の魂はここに一緒に来て皆さんに感謝していることと思うと涙ながらに語った。はい、門田隆昌さん7月19日のツイートです。一般の方の昭恵夫人訪台動画ツイートを引用し、台北で台湾の人々と、来世徳副総統に感謝の言葉を述べた安倍昭恵さんが夫、晋三氏の銅像がある高雄の保安堂を訪れた。歓迎の人波の中、同行した山谷恵理子さんと、杉田水脈氏の姿も見える。どこに行っても温かく迎えてくれる台湾の人々に感謝。はい、ということですね。はい、これは、まあ、奥さんが、果たせなかった、旦那さんが果たせなかった台湾訪問をされてきたと。いうことですが、しかしさすがにこれに対する妨害はなかったということですよね。はい、でこれについてどう思われますか、斉藤さん。なんかツイッター界隈で左巻きの人たちがいつまでこういうことやるんだみたいなこと言ってイチャモンつけてましたけど、本来こういうのは、まあ、安倍さんの奥様もそうですけど、あの同行されたのが山谷さんと杉田さん、もっとたくさんの人がいて、今台湾も大変ですからね。あのなんかちょっと国民党が少し巻き返してきちゃったりとか、大丈夫なのかなっていうところもあったりもしてですね、まあ心配なところもありますし、まあもうちょっと自民党の有志でたくさん支えてあげていただきたいなと思ったりします。うん、そうですね。あのまだこんなことをやってるのかみたいな、そんなのあるんですか。ちょっと見かけましたね。まあどうせ、まあ、左巻きのいつもの方たちに近い方たちのツイートです。うん、でも今回のまあ、この安倍さんの一件で特にですね、僕が思ったのは、よくあの日本人は民度が高いって言うけど、まあ、そんなことないかなというふうに思いましたね。っていうのはやはりあのその政治家の思想心情に賛成するかどうかはそれは個人です。だから全くそれ勝手なんですけど、でもそれとは関係なく首相までやった人ですから、まあ、首相じゃなくてもですよ、国会議員としてやった人に対して、これはもう、しかも非業の死を遂げているわけですから、それに対して敬意を払う、一定の哀悼の意を捧げるは当然のことであって、ましてこの自民党の議員が同行したりとかするのもまあ当然だし、また、ニュースになるのも当然であるし、奥さんがそういう行動を取られたということで、そのことにですね、いちいちイチャモンつける人って普通いないんですよ、海外なんかで。それはそれだから。自分は別に安倍晋三好きじゃなかったと。もうそれでいいわけですけど、だからこういうことに文句をつける人ってあんまりいないんですね。すぐに言ってくるってぐだぐだやって、結局何の日も立てられない、まあ、あの現場に立てられない、そうですね、ね、で銅像ももちろん立てない、で5キロ離れたところに、結局あれ、まあ、あの関係者のご尽力に感謝しますけど、まあ、見下ろす感じになっちゃうじゃないですか、ね、本来はこう自分のこう目の高さでこうちゃんと書いてあるモニュメントがあるべきだと思うんですよね。そう今回本当にこの、まあ、いろいろ喧嘩されたりとか、人もいっぱいいて国民もいっぱいいたわけですけども、それも本当に後で出てくると思うんだけど、あの中尾先生の話にも明らかにありましたけど、あのビルの前の、ね、花壇の話とかね、うん、日本人本当民度高いって言えるかなと、ちょっと僕は。いや本当になんかいわゆるリベラルって自称してる人たちの劣化がもう本当にひどいというか、うん、秋っていうツイッターアカウントも安倍さんのね、あの日の前にゴミを置いたやつをコラージュで出してみたりとかですね、はいはいはい、僕は朝日新聞襲撃事件があった時はまだ確か高校生か大学行くか行かないかぐらいだったんですけどね、うん、あの時にじゃあ産経新聞が
いくら朝日新聞と日頃対立しているからといって、意見の違いがあるからといって喜んだかっていう話なんですよね、うん、僕も本当に血が湧き立つような怒り感じましたからね、うん、同じことだと思いますけどね、うん、なんでその石坂圭さんみたいにその山上様とうちでは呼んでるとかね、うん、普通そういう発想ならないだろうと思うんですよね。それとかだって法政大学の教授、ね、はいはい、島田さんね、うん、はい、その暗殺が成功してよかったですね、もうそれはやっぱりね、日本っていう国はもう道徳ないなと思いますよ、うん、もう本当に衣の下の鎧が見えちゃったっていう感じで、もう地金が見えちゃった。そのだって法政大学何のお咎めもなしだったんでしょ、はい、それはもうね、とんでもないことですよ。それは自民党の議員がやったら大変なことですよね逆だったらなんで許されちゃうんだろうっていうのは不思議でしょうがないですね、うん、中尾先生がまた西大寺の方に行ってこられたということですね、うん、はい、これはちょっとご説明いただけますか。まあこれちょっと未確認ですけど、奈良市によって撤去されてるすると聞いてます、うん、まあ要は字間違ってばっかりなんで。ただこれもね、このツイッターに対してね、すごいやっぱり僕に攻撃があって、花壇を管理している人たちの善意をお前は踏みにじるのかというご批判ですね。ただまあ、小学生でも間違わないような、漢字の間違いがたくさんありますし、ただ本当に花壇綺麗ですよね。だけどあんな板がですね、ぴょーんとこう伸びてるっていうこと自体がおかしいわけで、で、私が言った前々日には、この看板は一つだったらしいです。で、その間に二つ増えてると。で、まあ本当にペットボトルをね、やたら置いたり、花束を、なんか置きっぱなしにして、花壇を本当に汚くしているんだったら、ね、問題でありますけど、そういう話は聞いたことがない。だけども仮にもしあったとするならば、こういう看板はあんな子供の目の丈のぐらいのところに立てるんじゃなくて、ひっそりとこの辺に置いとくとかね。で、まあそうですけど、まあ善意をふりをした人たちのまあ嫌がらせだと僕はそう思いましたね。で、うん、これはまあそもそもこれ私有地ですか、このビルの敷地に、市のね、市ですか、市の市です。ですが公有地ですね。そしたらそうです、公有地、公有地であるならば、もしその市がこの花壇を守るために何らかのメッセージを出すんであるならば、ちゃんと市の名前出さないと。そう、出してあるから書いてないからね、うん、だからそこはだからおかしいんですよ。だから本当に困っててね、何かやっぱりメッセージ出さなきゃいけないと市が判断したんだったら、市の名前でちゃんとしたボードを立てて、ね、実はこういうわけですので、ご配慮ください。何々市と、奈良市とか、で出さなきゃいけない。それはないわけだから、ね。だからそれは、しかもなんか変な誤字脱字みたいので。まあ、結構ね、ややこしいことがあるみたいで、ちょっとこの辺の話は、ちょっとほとぼり冷めるまで、話題に出さないでくださいっていうようなお願い事も僕のところに実は来ていて、ね、いろいろこれからやりたい、やらなきゃいけないこと、まあ誰もが想像することですけど、そういう動きがある中で、まあどこ行ってもこういうことをやる連中が、この人たちのことを言ってるわけじゃないですけど、僕はまあちょいと少し静かにしといてくださいというような声もあったりやなんかでね。まあでもそれが典型的なね、うん、なんかこうもう常にこうちょっとこう何覆いをかぶせてね、なんかちょっとなかったことにとりあえずしといてくださいみたいな。まあ本当綺麗な花壇でしたよ、うん、であとちょっとさっき高尾の話に戻っていい、昭恵さんの、今日インテリジェンスアイで山口さんが高尾の話してました。つまり、なぜ高尾だったかっていう話なんですね。うん、はいはいはい、これは、戦時中に高尾沖で軍艦が沈んだ、うん、そのご遺骨が上に上がってきた。で、それを拾った、まあ、漁師さんがですね、さっき夏美先生が読んでくれた保安堂というのを作ってくれた。で、保安堂を作った、
だけどこのご遺骨がもし軍人さんだったらこれを靖国に持っていかなきゃいけないという話になって、さあ靖国に持っていくためにどうしたらいいか、まあ、靖国はあのお寺じゃないんで、まあどう対応したかわからないけども、誰にお願いをしてもダメだっていう中で安倍さんが対応してまあくれたということを高尾の人たち、だけど高尾の方っていうのは台湾人ですよ。だけどその台湾人の方々がその漁師さんの気持ち、これそのものが日本人の心ですよね。立本チェンシンですね、現地で言うね。だからまあ僕は昭恵さんの話を聞いたときに、ああもしかしたら安倍元総理の魂、立本チェンシンは日本じゃなくても台湾に行っちゃってるんじゃないかってちょっと僕は自虐的に考えてしまいました。なぜこんなすごい立派な銅像を建てるかっていう、そういう前の話が あるということをやっぱり僕らは本当に理解した上で、この高尾の銅像の件、あとね北村恒夫さんとか何人か国会議員行ってるんですよ、うん、であと金美玲さんもこれ行かれているのでね、まあ、また文化人放送局でツアー組んで行ってもいいんじゃないですかね。そうですね、うん、まあ中国の、孔子孟子孔孟思想がですね、本国で滅びて、うん、で日本でいまだになんかね、ありがたがられて勉強されたりしてると。で日本精神日本で滅びて、うん、台湾にあるんだと、あるとなんかどうもそういうことになってるんですかね。うん、だって安倍さんがそれ世話してくれた、うん、くれたって言ったってそれは日本の軍人さんのお骨ですよ。そうですね、それは台湾の人がねやってくれたって、逆に日本側がお礼を言わなきゃいけない。まあ、当時ね日本も台湾も朝鮮半島もみんな日本だったからっていうのはありますけども、うん、なんかね日本人魂、日本人精神か、それがなんか台湾に行っちゃってんなっていうことを、まあ、だからその日本精神を否定し尽くしたのが日本の戦後ですからね。全部その悪として、戦前のものは全部悪として、うん、もう徹底的に否定して破壊したのが日本の戦後ですから、こうなってしまったということですね。うん、はい、ではその次行ってみましょう。はい、サラリーマン増税検討する増税政権、山岡先生の7月17日のツイートです。はい、国が滅ぶぞ、通勤手当社宅にまで手をつける岸田政権、サラリーマン増税検討に巻き起こる悲鳴という記事を紹介し、命ぜられるままに海外に金をばらまきながら羊の国民からは絞り取る、何の理念もなく米民主党と財務省に牛耳られる岸田政権は、国民のことを考える余裕すらなく、ひたすら保身に走っている。これが戦後自ら属国として生きてきた国の末路だ。自公政治を叩き潰してやり直せ。はい。でこれで米民主党と財務省に牛耳られると書いたらですね、なんかこれに訂正を入れてこられた方がいまして、米民主党には牛耳られてるんだけども、財務省には牛耳られてるんじゃなくて、身内がいるから率先して協力してるんだ、そういう見方というふうに訂正がありまして、あ、そっかみたいなですね、感じなんですけどね。これフランスあたりだったらもう大暴動ですよね。うん、だって年金受給年齢を2年ね引き上げただけで大暴動が大きいですよ。でまたその後、まあ、とんでもない内戦状態に陥ってますが、まあ、それは、まあ、いろんな要素があるようではあります。しかしここでだって税収最高だって言うんでしょ、4兆円増えたって71兆円でバブルの時ですら62兆ですからね。それはちょっとこれだけ消費がバブルの時どれだけひどい遊び方をしたか。そうですよねまあでそれがその状況下によ、まあ、それもそれでなんでじゃあそんな税収があるのかってことはもちろんありますけども、それだけ徴税してるということですから、それで海外にはばらまきまくってですね、うん、でまたサラリーマン、ただでさえ昔統合三品とか黒四税制とか言いましたよね。
で完全捕食されているサラリーマンからさらに絞り上げようと。これ何ですか、サディスティック政権。いや本当にねえ、だってフランスで暴動起きた時だって、あれ僕は友人とその話になって2人でゲラゲラ笑ってたんですけど、日本よりも支給年齢低いんですよね。63歳がなんかだったんですよね。これで暴動起きてんだから日本なんかやっぱりみんな穏健だよねっていう話で、本当にまあこれだけいろいろ取りますかっていう、まあ、このサラリーマン増税っていうね、タイトルもまあ、多分岸田政権側からすると、政権の側からすると正確じゃないっていう言い方すると思う。これご飯論法と一緒です。つまり私たちは増税はしません、社会保険料も引き上げません、その代わり控除は少なくしますよ。もう一緒です。出ますか。つまりあなたは今朝ご飯食べましたかって言ったら、いや食べてません、パンを食べましたっていうのと同じやつで、ただサラリーマンの一番手をつけられちゃいけないところっていうのは退職金課税なんですよ、うん、ただこの県議というか政府税調 の政府に対する、まあ、提案 の読み書きぶりとしては、会社に長く勤めれば勤めるほど課税が優遇されるという書き方をしてるんだ。うん。で、私昭和61年に会社に入りましたけども、当時は一旦入った会社で定年退職まで迎えるっていう、そういう時代でしたよ。まあ今いろんな働き方があってもいいと思うんだけども、普通の所得って例えば100の所得があったとしたら、そこに控除を差っ引いて、その残りにまあ税率かけて、それが課税対象ということですよ、うん、いろんな所得税がありますけれども、ただ退職所得だけは例えば100の退職金があったら、そこから控除を引く前にですね、2分の1が対象になるんです。つまり退職金が1000万あるとしたら、1000万に対して控除を引くんじゃなくて、1000万の2分の1、つまり500万円に対して控除をかけてっていうところで、つまり退職金というのはサラリーマンにとっての最後の砦だから、あんまり税取っちゃいけないっていう概念で2分の1が唯一あるんです。はいはいはい、唯一あるんです、ええ、でこれをね取るんじゃないかっていう、そういう話ですね。あとはまあ長くなって恐縮ですけど、私がいた元業界の生命保険料控除です、はい、これは自由控除控除があって、国の社会保障が十分じゃないから自分で保険料を払って自助で生命保険に入るということであれば、保険料のまあ、生命保険、年金保険、介護保険の分を最大4万12万円分は、その分は生命保険料控除として措置をしましょうと。つまり国が十分じゃないのを自分でやってくれてるから控除をやってるわけです、うん、そうですね。だけどこの生命保険料控除っていうのが民主党政権の2010年の時にこれ全面廃止しようっていう、そういう動きがあって、でその時私は民主党政権の衆議院議員でしたから、まあ当時の財務大臣政務官の小立元幸参議院議員に交渉して、まあ私の元業界ですから、生命保険料控除は今日に至ってずっと続いてるっていう、ちょっと僕の自慢話で恐縮ですけど、これはやっぱり今僕落選中で、生命保険会社出身の国会議員は一人もいないんですよ。長尾がいなくなったからという、まあそんな大それた存在ではないけれども、毎年毎年生命保険料控除ってやっぱターゲットになってて、これはその優遇措置じゃないんですね。ですから控除っていうのはそれぞれにやっぱり意味合いがあって、あ、これを取っ払っちゃえばいいやっていうようなね、ことでね、もう乱暴にやるんだけはとにかくやめてもらいたいし、サラリーマンってあんまり政治に興味がない人たちを本当に怒らせたら、これとんでもないことになりますよ。まあ、自民党の内部からちょっと苦言をね、訂正させていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ今のお話になりましたように、そのサラリーマンがもともと政治に興味がないって、まあそこから直さなきゃいけないんですけどね。
やっぱり確定申告しないからね。そう、確定申告。税をいくら払ってるかってね、あんまり分かんないですよ。僕も知らなかったもん。それも。手取りは知ってるんだけど。それもあるし、それも大きいし、あと、やっぱり、その政治のことをね、考えるのはサラリーマンの本望じゃないと。サラリーマンはもうとにかく目の前のね、仕事に専念し、右も左もない政治に関してはね、むしろそののんぽりでいいんだと。という、まあ、まさに吉田ドクトリン的な、まあ僕は今もう一生懸命否定している吉田ドクトリンの、こう、斬首という感じがするんですけど、でもそうすると結局一番弱いところに来ちゃうわけですよ。サラリーマンはね、節税できないですからね。うん。企業経営者はいろんな節税のテクニックがある。はい。いろんな何でも経費に。私も保険会社にいたときに、いろいろなその脱税を指南はしませんが、アドバイスをしました。所管の税務署によってこれは経費で落とせる落とせないってね、みんな違うんですよ。そこが私ね、福島県でねやったことをね、愛知でやってね、もう大失敗したことあるんですよ。福島県で OK だったことがね、愛知でダメだった。あ、逆か。で、意外とね、企業経営者のすべ、僕は、企業経営者の方々を非難する気はないです。だけど、サラリーマンには、節税のテクニックがないんです。一切ね、全部ガラス張りだから。そうですね、そうですね。取られるだけ。はい、その通りですね。もう、うん、天引きされておしまい。車だってね、会社名義で買えないから。はい、うん。まあ、そうですね。上様もできないし。うん。そうです。うん、その通りですよね。はい。うん。まあ、サラリーマンを怒らせたら怖いし。税務署によって違うっていうのは非常に日本的ですけどね。日本的。うん。やっぱり僕も日本に帰ってきてびっくりしましたから。向こうはもう明確なルールが全部あって、うん、何が、クレームできる、できないとかも全部こう、これもね、決まってるんですよ。わざとグレーにしてるんですよ。はい。僕もね、東京と大阪で国税7年ぐらいやってたんですけど、はい。あ、言ってましたよ、OB の方は。要するにね、10億ふっかけるじゃないですか。ふっかけるって言い方悪いですけど、はい、まあ10億だって、あんたのところの申告漏れって。うん、じゃあ最初に税理士さん来るじゃないですか。普通の税理士さんが来ると2億円負けると。うん、OB が来ると4億円負けると。だから、あ、やっぱり先生、素晴らしいって なるんやって言った方がいましたね、昔。ね、地方税はいろんなやり方があります。所得税も。今のは国税だけど。法人税もあります。僕ね、脱税指南はしたことないですよ。なんかちょっと、論点がどんどん、これちょっと猫組長の番組になってくるんで、やめとく。いやいや、もう僕も税金の話になっちゃった。今、だからこれ、サラリーマンを追い込むのはおかしいと言われてるんですけど、サラリーマンを追い込むんじゃないですよ。サラリーマンやってるのがバカだ。一番の弱者だから。いや、税制的には。多分ね、労働基準法上は退職金って賃金じゃないんですよね。うんうんうん、だからあれって恩賞、的なものっていう扱いになってから、まだ入れ知恵してるんですよ、絶対役人が。これは賃金じゃないですから、全然大丈夫ですよ。だけど、実態はね、皆さん退職金はもう、あ、やったっていう、やっともらえるっていうやつに、やっぱり、ね。うん。で、大体やっぱりこの発想として、このビニーリ、サイニーリ、こう、手を突っ込み、指を突っ込み、税金を取ろうという発想でね、まあ国は伸びませんよ、やっぱり。で、ちょっと呆れたのは、まあ、すみません、その控除関係というのと、それから、今その EV 車に転換しようと。で、それはもちろん、まあ失敗するかもしれませんけども、そのガソリン税とか、ご存知の通りガソリンって二重三重に税金がかかってるでしょ？うん。で、それ明らか矛盾してるのに直さないと。で、今度 EV になったら、あれガソリン税、あれ軽油税どこ行ったんだってなるから、じゃあその分別の税金作ろうと。もうね、その発想。もうその発想がもう亡国だなと思いますね。うん、はい、ありがとうございます。税務署によって違うということ地方税はいろんなやり方があるんだなと聞いてしまいました。長尾先生どういうお仕事をされていたいや配信で言えることはないですね、何一つちょっとはい、わかりました。次行ってみましょう。はい、次ですが、木原氏文春法の行方、週刊文春さんの7月16日のツイートです。